じゃあなんとなくナミネさん10分やっときましょう。はい、5、4、コイン。じゃあなし。レディゴー。さあ、最初のスキル発動の速さが重要だ。止まる?55 秒。あー、ミスった。いつか私たちをつなぐ光になる。ナミネ多すぎ。いつか私たちをつなぐ光になる。ほいほい。私たちをつなぐ光になる。ちょ、枚数の多すぎるとつながんねえんだって。あぶね。たまった。ああ、そこつながんなかったか。おう、やべえ、フィーバー街でボムないのはまずい。やべえ、ミスった。よし、11、初見さえいらっしゃい、こんばんは。危ね。12、出だしはいいんじゃない、出だしは。6チェーンになっちゃった。53秒。いやー遅いなーこれ。マイツム、わあ、その右上つながれ。よし、普段のコイン稼ぎはシーバーズしか使ってないですね。ナイス、これは繰り越しちゃえ。ああ、タイム全カット。
うわー、サンチェーン。うわぁ、繋がんなかった。波に多かったな、今。これでガストン越えの効率だったら、波にリスキチケぶっこ、まあ、超えるでしょう。ナイス。ボームキャン。いやー、なんでこれでミスるかな。いつか私たちをつなぐ光になる。あ、黒猫さん200円スポチャーありがとうございます。シンデレラのコツ。ちょっと待って、これやりてるときはちょっと無理だな、喋れんな。私たちをつなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。このプレイ見てシーバズにスキチケ使うか。何に、え、シーバズでしょ。選択肢が一つしかない。指離れたんだけど。いつか私たちをつなぐ光になる。だー、うまくいかんな。波ね、6回消しは効率悪いですか。悪くはないけど安定しないので、結局6回なぞって毎回の消去量が下がってるんだったら、5回なぞりの方が効率よかったりしますね。あー、かけ猫さーん、こんばんは。たまんない。コイン8000万。うわ、めっちゃ貯めたね。うわ、触れるな。ゴムには触れろ。
繋ぐ光になる。いつか私たちを繋ぐ光になる。待って、スパチャのこと忘れないようにしなきゃ。頑張ってる。でもまだ11分投げ。早く早く。危ない。つか私たちをつなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。おお、繰り越し。6。私たちをつなぐ光になる。うわ、違う、触ってるズム違うって。いつか私たちをつなぐ光になる。今何してるんですか？効率検証ですね。スティッチ6ナミネ、どっちの方が使いやすいですか？ナミネ。スティッチ結構大変じゃない？お、うわ、いいね。あ、やばい。いつか私たちを繋ぐ光になる。ナイスタイム。ワンチャンかけた。ミス。もうない。よいしょ。53か。ちょっと遅いか。いなくねー。ちょっと枚数も少ないね。止まる？あ、うわ、いやー、これちょっと1万厳しいんじゃない？
体力、ああボム割って、いやーこれは全然スキルが回ってないね。いやスキルの後の舞い積むよ。いやー1枚頑張った。自社猫の方が多いもん。タイム、マイツム、あぶねえ。1万2000くらいは取れんかなぁ。取って。あー、やったさん的に。新爪のマレウス越えの期待は薄い感じですか？マレウス越え、マレウス自体あのコインよりもスコアの性能っていうイメージなので、そのスコア面で見るんであればマレウスは越えないでしょう。はよ、
ちをつなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。あぶね。おっせん。12秒。2回目。あー無理だ。ほんま何秒足りんかった。早いね。つながる。いつか私たちをつなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。うわ、ピンク、お。パンナさん、こんばんは。危ね。いつか私たちをつなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。ほい。やばい。6。あー無理だ。あと6分。2プレイか。繰り越し。危ね。
あー間違えた。やりました。よし、3作って。ナイス、タイム2つくらい来い。おっ、本当に来た。1、3乗った、よかった、よし。あのタイムのおかげだね。さあラストかな。最初のスキル発動がなんかめっちゃ早いな、さっきから。いつもこんなんじゃないのに。あ、少ねえ。7チェーンないな。これちょっと。あ、やめ。これ1万2000乗ったらでかいな。うわ、繋がってかなかった。ちょっと無理か。3でたまる。14秒。あ、大丈夫かこれ。終わりでしょ。 OK。 まあ1万1000くらいならいいでしょう。疲れたー。29分40秒。疲れました。多分結構良かったと思うよ、僕の中で。1万2000大体出てたし、13乗ったし、1万切ったのが9900くらいでしょ。それが1万1000以上大体いってたと思うので、1万900が2、3回タイミさん320円スパチャありがとうございます。後でシンデレラのスパチャもちゃんと読まないと。
48いったんじゃない ?47 か48か。どう?いったような気がする。だって最初のスキル発動めっちゃ早かったもん。いつももうちょいもたつくのに。質問してもいいですか?ああ、どうぞどうぞ。ごめんなさい。ちょっと集中してましたね。今座ってシンデレラやってワンフィーバーにタイムも3個は出すようにやったら自己ベスト更新できました。ありがとうございます、秋様。3個出すようにっていうか、3個出たら、あれだよね、時間維持できるようなプレイになるだけで、まあ出るか出ないかは運だからね。とりあえずはもう8チェーン以上しない限りはタイムボム発生は 0% なので、8、とにかくタイムボム出す意識すると変わってくるかも。お疲れ様です。ありがとうございます。さあ、どうだ?今まで何体万枚出ましたか?あ、ちょっと待って。141783。平均116は、裏でやってる時も全然いいわ。割る 29.、まあ、667かな。ほら、47いったよ、47。頑張ったわ。頑張った。4779ですね。褒めて。頑張ったで。まず4300くらい。乗せたいね。平均1万3000いかんと無理か。そうすると。もうちょっとバズ上げたいね。おめでとうございます。まあ、効率はやっぱりね、強いからね、ナミネは。ただ別にこうわざわざ言うことじゃないけど、ミスは目立つね。つかみミスだったりボムタップミスだったり、うん、そこでね、あーってなることがあるので、ナミネはそこがちょっと気になっちゃうかな。一回ミスすると単純に一回なぞりが減っちゃうので、どうしても気になっちゃうね。まあそれを差し引いてもコイン稼ぎは強いからな。はい、以上です。700くらい上げれたね。